山本幸は、日本の元カラテ科で、新旧市、八和製市、愛知県東栄町出身、愛知県立豊橋東高等学校を経て、京都女子大学、同大学院修士課程修了。現役選手時代には、極新館カラテの全日本大会で5度優勝。2015年、ロシアで開催された、クエ極新空手世界大会では3位入賞し、41歳に、 して、世界大会で悲願の表彰台初登壇を達成している。愛知県北下良郡東栄町に生まれる。27歳の結婚時に夫から五神のために極真空手を進められ入門する。豊明市に引っ越し後33歳で極真館主催の全日本女子で初優勝以後四連覇を果たしている。十五歳で世界大会日本代表に選ばれ。 以後に大会連続世界大会日本代表になり、軽量級でベスト8。国際大会では、インドネシアや韓国のアジア大会を、軽量級で優勝。全北米大会では、無差別級で優勝をしている。女子選手の胸ガードの着用の症例や、武道的側面から、女性の地位やあり方についてブログなどで発信しており、競技選手の枠を超え女性武道家として、 独自の世界観を展開している。月刊秘伝10月号に人間第三の世界の題で2014年1月号では特集記事が組まれ女性という弱さへの葛藤と克服の題で寄稿している。また2014年1月8日中部日本放送一方では女性空手家が選んだ道山本雪の挑戦と題して特集番組が放送された。 2015年からは、若手育成と、女性空手の裾野を広げるべく、自ら現役でありながら、積極的に、女性セミナーも開催。ファイトライフ6月号に二人の娘を育てながら、現役選手として活躍極真館全日本女子4、連覇、山本幸私の女子武道論という題名で、女子セミナーの特集記事が組まれている。2017年に、 子宮癌を告白し、翌年に死休を全摘。5月にはそれまでの空手人生を振り返し得り、女性武道家として視点から女性の生き方を模索した書籍、人生を戦い抜く、極真空手、山本幸の挑戦を出版している。現在は、新旧市、柔道整復師として働いている。また、ブログ等では、みけまんまの愛称で親しまれている。ありがとうございます。